横須賀目線。海に浮かぶ丸い建物、皆さんなんだかご存知でしょうか。大阪市の最後の負の遺産といわれる浪速の海の時空間です。10年前に閉鎖して以降、これまでに維持費がおよそ7000万円かかっていて、市は新たな事業者を見つけるために今日から3回目の公募を始めました。これいろいろ調べてみましたら、この目玉展示物の木造船、これ搬出するのに5億円かかってしまうんですけど、この船ねすごいんですよ、はい、こちらご覧いただきましょう。日垣海戦浪速丸と言いますけれども、全長30メートルありまして、この江戸時代に、まあ、醤油とか木綿とか油とか日用品などを乗せて大阪ですね、上方と江戸をこう往来していた船なんです。でそれを走らせている映像があるんです、こちらです。これ、ね、1997年なんですけど、実験的に走らせてるんですけど、まあ美しい船です、まあ、これちゃんと航行できるんですね。一生そうなんです、この船ね、搬出できたら、まあ、5億円ですけどね、まあ、こうやって船動かすことができて、まあ、当時の技術を生かして、当時の造船技術とかも詰まってるんですね、うん、でこの横の格子もですね、本当ひし形で美しいということで、うん、船自体はすごいし、うん、その物流の、うん、天下の台所だったんだなってことを伺わせるような船なんです、はい、で10億円かけて復元したにもかかわらず、うん、こういう状態になってしまったんですけど、これぜひね、その万博で活用してくださいという声も寄せられているんですが、うん、やっぱりここでも壁となるのは費用と、うん、どうしようにも費用がものすごいかかってしまうという、まあ、コスパが悪いというところなんです、はい、もったいないと。でもこういうコスパが悪いものを今まで大阪府にしろ大阪市にしろたくさん作ってきてわけです。で整理するの大変だったんです。バベルの塔になぞらえて、バブルの塔と言われている建物ありましたよね。府と市を合わせて府市合わせの最たるものなんですけれども、うん、大阪府の外郭団体です、うん、覚えてます、これリンクゲートタワービル、はい、そして大阪市の外郭団体が作った WTC、うん、今は先島庁舎が入ってますけれども、これね、当時10センチの高さを競い合って作ってるんです、うん、これがひどい。もう開発それぞれですね、こんだけお金かかってるのに、売却額っていう価値なんです。659億円が45億円、それから1193億円もしたのに85億円でしか売却できていないということですし、こんなものもありました。これ大阪市の外郭団体が運営してたんですけども、ふれあい港館ワインミュージアム、何これっていう、これ映像がございます。これね、1921年もののロマネコンティとか、うん、それから100年以上前のシャトーマルゴーなどのワインセラーなどがここに収められていた。これなんで大阪市の外郭団体が運営するんですかっていう話なんですね。で565万円を投じてワインを買い付けていて、中には非公開のものもあったということなんです。でじゃあ誰のための何のための施設なのかというところです。ここも事業費およそ78億円もかけたのに、売却額が10分の1です。本当はね、この責任者、賠償請求したいぐらいですよね。でもそれも叶わないわけですよね、っていうような形のものが、もうこの大奥200というのも、およそ1027億円で事業費かけたのに90億です。たくさんあるということです。でこうしたものをなんとか整理をつけてって残ったものが今時空間ということで、今回公募に応じてくれる人がいるのかどうかということですよね。でさらにこの負の遺産の代名詞とされてきてしまったこちら3つの島というものがあるんですが、現在はどうなっているのか見ていきたいと思います。こちらです。これね、すごく舞島とか生まれ変わってるんです、うん、やっぱりスポーツのバスケットとかサッカーなどがこう、あと野球もね、はい、来てくれて、うん、活性化してます。でバーベキューなどもね、レジャーも楽しめる、うん、で先島の方もこのホテルができたりとか、ビジネスの交流拠点もできてて、あとね結構ベイエリアとして住む人にも人気で開発も進んでいるんです、うん、じゃあこのベイエリアをもっと活性させる方法はないのか、もうそれともやっぱ負の遺産に転落してしまう可能性はあるのか、関西経済に詳しい専門家にお聞きしました。りそな総合研究所の荒木さんによると、関西の観光需要が予想以上に高まっていると。でそれをいかに呼び込めるかっていうことなんですね。で夢島はやっぱり観光拠点、テーマパークや
水族館とかですね、これを充実させて成功すると舞島とかそれから先島そしてベイエリア全体に波及効果があるはずですと、と言いますのも今 USJ にしろ水族館にしろもうお客さん受け入れもう飽和状態、だから例えばディズニーリゾートみたいにランドとシーありますよね、そういう形で例えば USJ を拡張したとしてもお客さん来ると思います、水族館もそのような形でしょうと。で今万博 IR 誘致してますけど万博の跡地のこともありますし IR だけではやっぱりアクティビティエンターテインメントが少ないのでこうした施設の拡充をすることが大事ですよというご指摘をしているんですね。もう一つ今の時代で必要なことは特にこのベイエリアだけで考えても意味がないということでこちらのご指摘です。やっぱり回路の開拓が今重要ですよということなんですね。しかもこれはやっぱり夢島を拠点にしていくべきでしょうということで今関西空港と夢島万博に向けてフェリーですねこれ計画がありましてだいたい45分ぐらいで結びます。で神戸空港とか国際化へ向けて動き出してましてこれ三宮周辺もベイエリアの開発進んでますと。で淡路島ですよ、ここ本当に注目されてて、国内からも国外からも観光客急増しててアクティビティすごい増えてるんです。本当ね、あの島内おしゃれなカフェができたり、そう本当に変わってますからね。 あとグランピングとかもあったりとかしてすごくあの観光客に人気だというところです。これをいかにこのベイエリア全体で引き寄せられるかの鍵は一つは回路なんですね、海でこうやって夢島にアクセスして、まあ、兵庫、それから大阪、京都、ここ観光需要があるのでこれを広域で考えていけるかってところが非常に重要なんですけど、ここにも弊害があってこれはもう経済界とか観光業界とかいろいろ聞くとまだこう縦割りの意識がそれぞれの自治体とか経済界にもあると、ここから脱却して連携してこの広域でいかにお客さんを呼び込めるかというところを考えていかないとやっぱり構想も失敗のリスクが高まるということになってしまいますね。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。